アイテム番号、SCP-627JP、オブジェクトクラス、政府、特別収容プロトコル。SCP-627JP は定期用井戸物品用ロッカーに収容されます。実験にはレベル3以上のクリアランスを持つ職員の許可及び監督、3名以上の武装した警備員の同伴が必要です。単独での実験は許可されません。生成物はすべて記録に残してください。正確な記録を残せなかった場合、いかなる理由があろうとも実験参加者全員にクラス A 記録処理が施されます。監督者の判断により、生成物に対し熱湯を放水することが許可されています。SCP-627JP 使用後は清浄して返却してください。説明。SCP-627JP は長さ 15cm、直径 0.8cm の金属製1の棒です。生物が SCP-627JP に直接触れると、SCP-627JP の先端部から雨が染み出し、接触者が望んだものを形作ります。衣服や義手等、自身ではない物体を通して触れた場合は雨を生成しませんが、大量から離れていない毛髪や爪、鱗等は自身に含まれます。SCP-627JP がどのようにして雨を生成しているのかは不明です。生成される雨の大きさは最大で 27cm、雨が完成するまでの時間は最長で10分です。SCP-627JP から生み出される雨に異次要性はなく、通常の雨と同様に接触可能です。味は発火や果物風味等に変更可能ですが、牛肉等の甘味から逸脱した味は生成不可能です。SCP-627JP は雨の形成完了から5分以上が経過しなければ、新たな雨の生産を行えません。形成完了後の雨の接触中も同様に、新たな雨の生産は確認されませんでした。しかし、形成された雨が SCP-627JP から取り除かれた場合、取り除かれた雨が接触されていたとしても、新たに雨の生産が可能となります。SCP-627JP を用いた実験については実験記録 627JP を、SCP-627JP が生成した雨の画像記録は記録文書6275-22を参照してください。ほい。SCP-627JP は雨を生成する以上の有益な研究成果を期待できないとして、アノーマラスアイテムへの再評価が2015年07月15日に予定されました。2015年06月23日、再評価に向けた SCP-627JP の実験中、SCP-627JP による機密情報の模造の可能性がセリヌマ研究員から指摘されました。桐崎博士監督の下で確認実験が行われたところ、セキュリティクリアランスレベル制限のかけられている情報を含む SCP-JP の正確な報告書の模造に成功。さらなる実験の結果、データ削除、データ削除、といった機密情報の模造にも成功しました。加えて、求めた情報を不正確に形成する事例も多く見られました。これらの実験結果を受け、特別収容プロトコルは現在の形に改定されました。要注意団体に関する情報を SCP-627JP によって収集する計画も持ち上がりましたが、形成物が保持者の思考や無意識に影響されて形成されることがある、情報の真偽を確かめる術が乏しい。取得する情報によっては視覚情報によるミーム汚染を受ける危険性がある等の理由から計画は保留されました。2015年07月15日、SCP-627JP の再評価を議論した結果、現状の政府クラスを維持する結論で議論を終えました。